ゲームプランをどう考えて入ってくるか。そうですね、13ラウンド目、前回の試合から比べて13ラウンド目なんで、はい、この1ラウンド、すごく注目だと思います。井上尚弥はとにかくこの試合を圧倒すると話をしていました。前回の試合はドラマインサイダー、まあ、そこに歌われましたけれども、今回はドラマにするつもりはないというふうに話をしています。勝った自分に誤算があったとするならば、前回はドネの株を上げてしまったこと、それだけが誤算だった、そう話をしていました。まあ、1ラウンド目、まあ、もちろん井上選手は調子いいんですけど、はい、ドネア選手も前回以上に仕上げてきている体の動きがありますね。そうですか。足の動き見るとすごくいいです。スタートから試合です。攻撃に行く姿勢が見えますよね。そうですね、勝てるぞっていうような、そういうのを感じますね。井上尚弥はドネアの打ち方を本人の言葉を借りれば、前回よりもえげつないカウンターを待ってくる戦い方か、それとも前半から思いっきりパワー勝負をしてくるか、待ちかパワー勝負か、このどちらかだったと思うというふうに井上尚弥は話をしていました。左フックで狙っています、井上尚弥。もう井上尚弥はスピードで攪乱すること、それをまずファーストプランに考えていたようでもありました。左です。そうですね、ドネアうまく距離を保ちながら攻撃の姿勢に行ってますけど、はい、井上尚弥選手も、そのパンチにうまく対応はしてますよね。はい、井上選手のいいところではジャブです。まあ、前回そのジャブを12ラウンド戦い抜いてきたということで、ドネアも井上選手のジャブの姿勢、タイミングが少し今回は分かってますね。前回ほどもらい方は悪くないですね。そうですか。もらい方が、はい、距離の保つことで、この試合も目が離せないという戦いになりそうです。今回も1ラウンド目から激しい攻防ですね。残り30秒を切っていました。1ラウンド井上尚弥、ヒーヒーするようなこの中間距離での駆け引きです。左下がり、左下がり、さらにプレッシャーをかけて井上尚弥、左上の中から狙っていきます。距離を取りながら戦っておいたんですけど、あの一瞬のスピード、井上選手、井上選手さすがですね。第1ラウンド終盤でした。本当に終わるその間際でした。この1分で回復できるかどうかっていうのはすごく大きいですよ。ですね、もう第1ラウンドの試合時間がないところでしたので、ファイティングポーズを取ったところで第1ラウンド終了となりました。井上選手はこれで気持ち的に少し余裕が出ましたね。これは気をつけないといけないですね。はい、ドネアのフットワークを生かして自分のダメージを確かめています。第2ラウンドに入りました。この試合は圧倒する、そう宣言していた井上尚弥、その言葉通りの負け切れということになるんでしょうか。これでお互い戦い方は少し変えていかないといけないので、ドネア選手はできるだけ守らないといけない。ドネアの左、これはフォトを上がらせていきます。
Bagsak agad mga idol.